この度は当動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。この動画は実際に参観をしている気分を味わっていただけるようにをコンセプトに制作しました。今回皆様を参観にご案内いたします担当は、国会案内コンテストで特別賞を受賞した衆議院事務局経務部 A 氏井上です。どうぞ皆様ごゆっくりお楽しみください。参観の入り口ですが、入り口は国会議事堂の真裏にございます。初めて来る多くの方は正面に行ってしまいがちですが、正反対です。この真正面から参観入り口まではおおよそ700メートルあります。実際に歩きますと結構な距離があります。どうぞ皆様お気をつけください。参観受付にて参観証を記入していただきましたら、早速参観スタートです。この自動扉から先が国会議事堂の建物の中です。この国会議事堂は1936年11月に竣工しました。これから国会参観一番の難関でもあります。89段の階段を上ります。参観案内をする私を含め息が上がってしまう方が多いです。ご希望があればエレベーターも別途ご用意しています。参観出発時に案内担当に申し出ていただけますと別ルートにてご案内します。国会議事堂参観を英語で申し上げますと Trials of the National Diet となります。ダイエットという言葉には国会という意味が含まれています。階段を使っていただくと2つの意味でダイエットを楽しんでいただけます。長い階段を上り切りますと最初の目的地、衆議院本会議場傍聴席です。こちらが本会議場です。これから参観でも実際に使用している本会議場の説明音声を流します。どうぞお聞きください。ただいまから国会議事堂について説明いたします。皆さんが現在おられるところは衆議院本会議の傍聴席で、ここから下に見えるところが本会議場です。まずこの本会議場を説明する前に、国会議事堂はいつどのようにして建てられたかを説明いたします。政府は明治19年に議事堂を中心とする官庁街を建設しようと計画しましたが、多額の経費を要するので一応今の日比谷内幸町に仮議事堂を建築し、その後設計を一般から募集いたしました。これには当時の宮内省の議官であった渡辺副蔵氏が当選し、その設計に基づいて1920年大正9年1月本建築の起工式が行われ、当時の大蔵省管財局の手によって17年間の歳月を費やし、1936年昭和11年11月にこの議事堂が完成しました。建築予算はその当時で2800万円を予定していましたが、実際の費用は約2570万円かかりました。建築に従事した人員は延べ約254万人で、鉄骨と鉄筋の使用量は9810トンです。使用石材は大理石、花崗岩などですが、これらを 30.3 センチメートルの立方体のものに換算して積み重ねたとしますと、富士山の約30倍の高さというのですから、大変な工事であったことが想像されると思います。建物の面積は1万3356平方メートルで、延べ面積にしますと5万3464平方メートルあります。建物の長さは約206メートル、側面の長さは約89メートルです。そして中央棟の高さは約65メートルあります。
この議事堂は正面から見て中央棟を中心にして左側が衆議院、右側が参議院となっております。それでは本会議場の説明をいたします。皆さんが上から見ますと狭い感じがするでしょうが、これでも450畳、約744平方メートルの広さがあります。中央のひときわ大きな椅子のあるところが議長席で、その左隣が事務総長席です。この議長席を中心に左右に2列になった席がありますが、前列は大臣席および副大臣席などで、後列は事務局の席となっています。大臣席のうち歴代の総理大臣は左側の一番右端で、その他の大臣はその時の内閣によって席が決まります。議長席の前にマイクロフォンのあるところが演壇です。次に議席について説明いたします。お手元の国会案内には議員の定数が記載されておりますが、この議席は本院議員のほか、定められたわずかな人が議員への連絡のため出入りする以外は入れないことになっています。議席は議長席に向かって左から右へ、所属議員の多い政党から順次各政党に割り当てられるのが例となっています。議席をご覧いただきますと、氏名表、すなわち氏名を記した名札が倒してありますが、その氏名表は会議があって議員が出席したとき自分で立てるものです。議場の正面の楕円形に張り出しているところが天皇皇后両陛下の傍聴される御座所で、バルコニーの手すりには霧、鳳凰の彫刻が施してあります。左右両隅に丸く張り出した席がありますが、これは貴賓席といいまして、左側は皇族の方が傍聴されるときに使用され、右側は国賓待遇の外国の方などが傍聴に来られたときに使われます。皆さんの前にカメラの台などが据え付けてある細長い席は記者席で、111の席があります。テレビや新聞で見る映像や写真はここで取材されたものです。この議事堂はほとんど国産品を使用していますが、この議場の天井のステンドグラスはイギリス製で、各部屋の鍵と廊下にあるポストがアメリカ製のものとなっています。これで説明を終わります。いかがでしたでしょうか。ここで我々警務部について紹介をさせていただきます。我々警務部 A 氏は議長の指揮下で国会内の秩序保持を行っています。特に本会議中は複数箇所に配置しており、議場内の状況確認、議員の出入の対応、傍聴人のご案内、有事の際の指揮を行うなど、常に緊張感を持った勤務を心がけております。それでは3階廊下を歩いて、天皇陛下がお越しの際に使用される御休所と国会議事堂の中心部分、中央広間を見学します。国会議事堂の廊下の全長は階段を含めて4600メートルあります。皆さんはその一部を通り見学するというわけです。ちなみに4600メートルはおおよそ水平線までの距離と同じくらいだそうです。こちらが御休所です。ご覧の通り豪華絢爛ですね。当時の日本の伝統と技術の粋を極めた国会議事堂の中でも屈指の見どころです。ここは天皇陛下が国会議事堂にお越しの際にお休みになられるお部屋です。陛下がお越しになるのは主に国会の開会式の時で、開会式の前にはまずこちらにお入りになられます。この映像に映っている時計は純金製です。このお部屋の作りは
安土桃山時代の建築様式に倣っており、金糸の刺繍や豪華な大理石が使用されています。部屋の中には鳳凰の刺繍画が施されています。空想上の鳥ですが、非常に縁起の良い鳥であるということから、天皇陛下のお部屋に施されたと言われています。天井は折上豪天井といい、非常に格式高い部屋などに使用されるものです。次に中央広間へ向かいます。ちょうど国会議事堂の中心線の部分を歩いています。途中から沖縄県産のサンゴ石灰石が壁に使われています。天然石なので化石が埋まっている場所もあります。これは参議院側にある巻貝の化石です。こちらが中央広間です。2階からの吹き抜けで高さは 32.6 メートル、計算上では法隆寺の五重の塔がすっぽりと収まる大きさです。天井は本会議場と同じくイギリス製のステンドグラスを使用しています。この映像のステンドグラスが計25枚あり、1枚あたりおおよそ畳2畳分です。そして吹き抜けの上部に絵が描かれています。これは日本の春夏秋冬をモチーフに描かれています。春は吉野の桜、夏は十和田湖、秋は奥日光、冬は日本アルプス。ですが実際の風景ではなく、あくまでもモチーフです。広場の四隅には県政の功労者として3体の銅像が建てられています。日本の初代内閣総理大臣伊藤博文、日本初の政党内閣を組閣した大隈重信、自由民権運動で貢献のあった板垣退助、いずれも今日の政治に欠かせない基礎を作り上げた方々です。そして一箇所だけ銅像が立っていない場所があります。これは通称空座と呼ばれています。政治は常に未完成であるという意味合いを込めて、あえて立てなかったという説、後世の政治家の目標としてあえて開けてあるという説、非常に多くの説があります。この廊下を通って外へ向かうのですが、こちらには先ほど本会議場の説明でもありましたポストがあります。このポストは中が空洞になっていて、郵便物を投函すると地下1階にあるボックスに溜まっていくという仕組みです。それでは実際に投函シーンをご覧いただきましょう。さらに上層階から降ってくるハガキもご覧ください。こちらのポストは現在でも使用することができ、掲載されている収集時間に郵便局員が回収しています。それでは先ほど登った89段の階段を降り、中庭へ出ます。中庭の真ん中には池があり、錦鯉が泳いでおります。この鯉は2012年に寄贈されたもので、1匹あたりサイズが60センチほどで、とても大きく見応えがあります。これから国会議事堂の正面へ向かいます。その途中には衆議院の文館、そして別館があります。文館には計8つの委員室があります。別館には面会受付所や郵便局、職員の事務室があります。この場所は国会議事堂をきれいに撮ることができます。パンフレットの表紙とほぼ同じ場所です。ここから県を象徴する木が植えられた都道府県の木の通りというものがあります。これは1970年議会開設80年を記念して、各都道府県から寄贈された木を使って作られたものです。お越しの際はご自身にゆかりのある木を探してみてください。本日の参観の終着地点である
国会議事堂正門へ到着しました。ここからは国会議事堂を真正面に捉えることができます。実際の参観ではこの場所で記念撮影の時間を設けております。以上で参観は終了となります。実際の参観の雰囲気を少しでも感じていただけたでしょうか。皆さんに楽しんでいただける参観を目指し、これからも我々は日々精進してまいります。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。